細川一志守は、江戸時代後期の大名。日後国宇都藩八代藩主。後日後熊本藩十代藩主。下には、十四人下、中塚佐昭雄、越中守、左小野江県中将、自重。熊本藩細川家十一代。宇都藩主時代は、細川立正と名乗る。宇都藩主、細川立之の長男として誕生した。幼名は、あ松。 文政元年、父の死により後を継いで、宇都藩主となる。文政九年に、叔父の熊本藩主、細川人志樹の養子師となって、本家の家徳を継いだ。この時、忌み直立生から再守るに改め、宇都藩は、弟の行薫が継いでいる。当時、熊本藩では、代々の藩主による出費などで、すでに八十万両という膨大な借金を抱え、財政は、 破綻寸前となっていた。しかもこのような中で、アメリカやイギリスなどの日本接近もあって、幕府から天草地方や相模湾警備を命じられ、その出費で財政はさらに悪化した。このため、モ守は財政再建のために反省改革に取り掛かるが、その方針をめぐって、横井昌南、長岡正広白改革派と松井佐ドラ保守派が対立し、 帰って判内が2分された。安政7年3月3日、桜田門外の変の見取ろうし8人が、熊本判定へ、首位書を提出指示そしたが、細川家でも江戸城で、宗高が襲撃により落命しており、間を置かず全員が、竹に預け替えられている。このような混乱と苦悩の中で、万円元年4月17日、蔡守は57歳で死去した。 長男の喜び前は創生していたため、あとは、次男の森純改め、吉国が継いだ。既得状態ということにして、後に死亡を届けたのは、直助の場合と同じ。菊池明、幕末証言師団会即記録を読むなど、ありがとうございます。